フェアです。今日はね、バットやっていきたいと思います。だからバッティングセンターでバントバトル、バントバトルっすね。こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナーさあ、ってことで今回バントバトルに来ました。バントバトル、バッティングピッチングをね、制したので次はバントですそのカテゴリーは今日分かんないけど今回のルールはまあ単純、ボールをどれだけフェアゾーンに飛ばせるか。そうです。で、その球数でバトルします。ピッチャー前でも今回はセーフで、うん、フェアゾーン、しかもセルフジャッジです。優しい優しい、線ないからなじゃあね、早速やっていきたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい、アウトでしょ、アウトでしょ、アウトでしょ。なんで不正だよ、俺ばっか負けて。いつも先行で。サイアスパワーヒッターマサ選手の挑戦、ホームラン何本打てるのかチャレンジ。勝手に企画変えないでもらっていいですか結構意外って言われるんだけど、こう見えて野球やってました。ここまで見ててそれ言い出す人初見さんすぎん。いや、バットを立てる、これだね。はいはいはい、アウト、アウトです。真上に上がったんだ、キャッチャーフライです。はいはい、やばいやばいぞー、やばいやばいぞー何それ。よし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 、1点こういう人、右足を引く人、はいはい、いいんじゃない、これいいのかな。1点、はい、3点、これはこっち派だった、開く派。そうすると失敗します。そうすると失敗するのに皆さん気をつけて。セーフティーマン、バール、はい、OK、 はい、5点、合わせて腕を伸ばして、はいはい、6点、はい、7点、はい、いいよ。バットを立てる目線に合わせて腕を伸ばして、ちょっと失敗するんで8点、よしよしよし、いいでしょう。いいね。さあ、10取りたいよ。9点、バント職人9点ですよ。バント職人って監督が勝手に言ってただけだ。言ってないしな、しかも9点でしょ、余裕。9点余裕っすか、余裕。だってバント職人打てる人全員バントできるから。いきます。バントはこうやって大きく構えます。なるほど、はい、おー、うまい。バント職人だから、はい、2点、 お上手、お上手、はい、3点、え、どうした。いや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 、何下手みたいなこと言ってるんですか。いや、フェアじゃない。4点、4点、きたー、きたー、喜ぶな5点、はい、はい、今の場面、試合です。これは練習、練習では成功させていいよ。これ試合な、これ試合よ。おお、おお、やばい、上手やん。うぃ、監督、監督変えましょう、監督変えましょう。うわあぶねえ大丈夫急にあいつあれだ今なんで、ああ、いいんじゃない、もうそろそろ球数終わんじゃない。いや、終わんないから。おお、並んだピッチャー低め行こう、一発で終わらせる。ピッチャー低め、おいおい、プレッシャーへの耐性が出るぞさあ、おっと、さあ、おっと、痛いおっと、さあさあ、うわあ、俺の勝ちだ、バント職人は俺のものだ、やばい、やばい、俺やばい、からのなんでは、い、
ということでね、ボロ負けです。はい、パンチ職人は僕でしたね。まあ、パワーヒッター任されてたんで、なかなかしないんですよね、バント。どっちかって言ったら俺だけど、でも言われてました、シニアの時。なんで打てるやつは、バントは絶対できる。なるほど。それですよ、皆さん、僕は打てるんです。俺、シニアじゃなかったから。いや、そういうことじゃねえから。はい、またね、ここも野球界やっていきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。お仕事、学校、お疲れ様です。お疲れ様です。おかしくない？8時だからか。